それでは体験版を遊んでみます。寝ている彼女が主人公のようです。あかねさんというそうです。いびきがだいぶあれですね。すごい音がしましたね。彼女も起きたみたいです。何が起きたの？わかりません。いずれにせよ迅速な対応が求められます。何事もないといいわね。行きましょう、ボット。そうですね。操作はかなりシンプルなようです。私はジョイトゥーキーでコントローラーを使っています。これがメニュー画面ですね。受けたクエストなんかは確認できるんでしょうか。あかねさん、美人ですね。この顔で、あのいびきとは。特にクエストを確認するような項目はなかったですね。雨漏りしていますね。今の揺れで壊れたのかしら。どうも最初からだった気がしますが。いろいろいじれる。ドアノブが壊れている。インタラクトは2種類あるそうです。パズル要素とかあるかしらね。焚き火を燃やせました。家の中でやるとちょっと危ないかも。消しました。ハーバルスープ、お料理ができるみたいです。滑らかなアニメーション。そしてうちわ。うちわって日本以外にもあるんでしょうか。お料理に失敗しました。ちゃんと時間を計っていないとダメみたい。どのくらい待つんでしょうね。20秒くらいかしら。火災報知器とかならないかな。雨漏りしてる家だからそんなのはないのかな。お料理できました。何に使うのかはちょっとわかりませんが。今はベストな時間じゃない。これは何かわかりませんね。どこから音がしたか特定できるかしら。地下からですね。すごいわね。遠くからでもわかるの？複雑なことはしていません。シンプルな処理だけです。地下なの？それなら地下鉄でしょうね。あかね、明日リスクラブのミーティングルームで会おう。ナイル司令。上司でしょうか。彼女は普段何をしているんでしょう。自販機のようですね。何か買ったようです。お金は減っていませんが。お金を払うんじゃなく叩いて出したのかしら。これは自動で回復してくれるアイテムのようです。3つまで持てるようです。できるだけ買っておきましょう。チェストです。開けましょう、あかねさん。
忘れたの。このチェストは亡くなった母のもので、5桁の番号でロックされているわ。私はパスコードを知らないの。それでは、遺産がもらえませんね。いつか開ける時が来るんでしょうね。この辺りで騒ぎが起きているんだ。早く家に帰りなさい。10セント貸してくれないか。それかエッグサンドイッチを持ってないか。まだ食材を持ってないので作れませんね。モリズマートは営業中です。パートタイマーを募集しています。あかねさんがスーパーの制服を着ている姿はなかなかいいかもしれません。もっと早く震源を調査しておくべきだったわ。あかね、大丈夫かい？心配しないで、すぐに戻ります。ここはうちの裏口につながっている。でも、ドアをまだ修理してないわ。うわ、これは関わらないようにしよう。何をしているんだ。市場は今立ち入り禁止だよ。名前は？私は。この女は誰だ。別品だな。私はアリスを伴っています。通してくれますか。彼女のナンバーを聞くんだ。ここに ID カードがあります。アカネさんは警察より偉い立場のようです。ナイル司令というのもあだ名じゃなくてガチの司令官みたい。お嬢さん、ここは立ち入り禁止だよ。早く家に帰るんだ。この騒ぎは何なの。この音は何。こんにちは、ジェーン。元気かしら。こんにちは、アカネさん。ママから離れないで、いい子にしてるのよ。わかったかしら。うん。それじゃ、あなたにキャンディーをあげるわ。わーい。どこからキャンディーを出したんですか。ここも立ち入り禁止ですね。そっちはあなたの家の方角ではありませんよ。何ですって。あなたをそちらへ行かせることはできません。私はあなたをずっと前からストーキングしているんです。だからあなたの家がこっちじゃないことも知っているんです。ここから出て早く家に帰ってください。あかねさん、気をつけて、ストーカーがいます。警察官のストーカーって怖いです。あかねさんは軍人か何かだから気にしないんでしょうけど。
本日休業。ここが地下鉄に通じる通路のようです。ほぼ個人で開発されている作品のようですが、思ったより世界が広そう。地下鉄があるから多分乗って移動できたりするんでしょうし、階段で移動するの？それが何か。この階段を降りていけっていうの？何か問題でも？そこにエレベーターがあるじゃない。問題は見受けられません。どちらも同じ場所に通じています。もしこれがテレビゲームだったとして、開発者がエレベーターを動かすために14時間と34分と9秒を費やしたとしたら、それと引き換えに私たちは階段を降りていくのよ。なんて悲しいことなの。泣いているんですか？これがクロコダイルの涙というものなんですか？大体あなたは思い込みが激しすぎます。それにやけに時間に具体的だ。静かにしてください。エレベーター作ったけどボツになったのかしらね。どうも何か問題でも。中に何かがいるんだ。とてもでかい。大きい。ああ、とてもでかくて中で動き回ってる。あかねさんが処理できると思いますか？なんだって。彼のことは気にしないで。ボット、この音が何かわかる？不明です。いいわ、中に入って確かめましょう。あんたが行くのか。気をつけて、何かあったら大声を出すんだ。わかったわ。見た感じ、何もありません。しかし、あの音は通気口が発生源のようです。古めかしい金庫だ。電気がつけられるみたい。来ましたね。落ち着いて、これは AI です。AI、どこから入ってきたの？これは敵対的なタイプのようです。タイプを識別、ミニシリーズ、ナンバー0151343の個体です。慎重に対処してください。これが市外に出ていく前に停止させないと。できるんですか？震えていますよ。バカにしないで、これくらいできるわ。私は自動でサポートを提供します。敵を倒すことに専念してください。戦闘はファイナルファンタジーのようなアクティブタイムバトルです。行動順に従ってコマンドを入力していきます。シンプルでわかりやすい。体験版は遊びやすい難度に調整されているそうで、ボットがどんどん回復してくれます。
魔法に当たると思われるアーツという能力も使ってみたんですが、あまり効かない場合がありますね。タイミングとかが必要なんでしょうか。あかねさん、かわいいですね。素晴らしいですよ、あかねさん。あなたは今まさに私の同族を破壊しました。ボット、私はこれからのことが不安だわ。なぜ AI がこの辺りをうろつき出したのかしら。わかりませんが、私たちはいくつかのセオリーに従って活動しています。リストアップしておきましょうか。ええ、口外無用でね。私は今回のことを急いで組織に報告しなくちゃ。クエストが終わりました。あかねさんはエージェントみたいですね。雨漏りのする家に住んでるけど、このチップは焼き付き、しばらくは麻痺しています。とどめを刺しますか？こういう選択肢もあるんですね。マルチエンディングなのかしら？この音が耳障りね。破壊しました。何かもらえたりしたわけではないようです。大丈夫か？どこか怪我はしてないか？心配ないわ、大丈夫よ、ありがとう。そうか、中には何がいたんだ？通気口を通じて AI が侵入してきたわ。機能を停止させたけど、近づかないでください。なんだって？ボビー、行くんだ。ダメです、触らないで。わかったよ。とどめを刺してよかったんでしょうか。人間側の評価は上がったようですが。ちょっと、私たちと一緒に来てくれませんか？中を見てきたのはあなただけです。記録を取る必要があるんです。AI ですか？ええ。なぜ、すぐに警察に通報しなかったんですか？それが AI だとはわからなかったんです。おお、間近に座っている彼女は、もっともっと素敵に見える。で、どんな様子だったか説明してもらえますか？なぜ彼は私を穴の開くほど見つめているの？私はどこかでミスでもしたのかしら。しかし AI の問題は私たちの管轄下にあるわ。それは小さくてキューブ状の物体に足が生えていました。雲のようなキューブです。ふむ、他に何か特徴はありますか？ああ、そういえばボットがタイプや識別番号のことを言っていたわね。急に記憶力を試されるイベントが来ました。この動画をご覧になっている方で本作を遊んでみようという方はよく覚えておいてください。以上ですか？わかりました。帰宅して構いませんよ。何かわかったことがあったらお知らせします。おまわりさん、なぜ AI が現れ出したのかは知っていますか？自然に、そしてかっこよく振る舞うんだ。
我々に任せてください。あなたは帰宅して大丈夫です。わかりました。ありがとう。ストーカーポリスと二人っきり。早く帰りましょう。驚いた。識別番号をちゃんと覚えていたんですね。私の言うことなんて上の空に見えていたのに。そんなことないわよ。私はあなたの一番のリスナーよ。スキルを覚えたようです。上手に行動するとご褒美があるようですね。ウィルソンさん、ウィルソンさん、どうしてここへ。アカネ、大丈夫かい。あんたが警察に連れて行かれたと聞いて。いえ、平気です。どこか怪我はしてないかい。同意もなしに触られたり、何か強要されたりしてないかい。かわいそうなアカネ、全く何があったっていうの。いえ、これはただ。心配しないで、もう大丈夫だからね。家に帰ろう。一日が終わったようですね。あとは眠ればいいんでしょうか。裏口は壊れたままです。ストーカーに自宅を知られているという、今日は恐ろしい事実を知ってしまいましたね。あれ、電気が壊れちゃった。どうしたらいいんでしょう。今の段階では直せないのかしら。しょうがないから寝ます。本作はセーブファイルが一つしかないので、すべての行動は一期一会ということになります。取り返しのつかない選択肢が序盤から出てきていたので、スリリングですね。マルチエンディングであれば、一周の時間は短めにしてほしいですね。一晩経っても、電気は治っていませんでした。もしかしたら、クリアまでこのままなのかもしれません。これも、取り返しのつかない選択の一つということですね。失敗しましたね。食料を作ったら、外に出てみようかしら。今日はリスクラブに立ち寄るのをお忘れなく。ええ、行きましょう。移動はどういう方式なんでしょうね。ワールドマップがあるのかしら。オーソドックスな RPG を目指しているみたいだから。警官がいなくなったので、今まで行けなかったところに行けそうです。なるほど、こういう感じなんですね。一気に行動範囲が広がりました。あちこち行けるようになったので、ここで動画を区切った方がいいでしょうね。それではまたお会いしましょう。